少女漫画こそ男子は教科書にすべき、ただしイケメンに限るらしいですね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回はスランプの少女漫画家を救うお話で、そのためにときめきを学ぼうという内容です。そんなイベントストーリー、恋の連載始まります。ご覧ください。どうぞ。あれ、ここどこだっけ。なんで私こんなところに。いらっしゃい、ゆいちゃん。この人、恋ショコのショコラティエ。恋ショコは今携わっている少女漫画です。やっと来てくれて嬉しいよ。会いたくって待ちくたびれちゃった。ちょっと、その女誰。俺が今一番気に入ってる子。ひどい。じゃあ私は2番手以下です。君が勝手に本気になっただけだよね。あの人突き落とされ。突き落とすなんてひどいな。握っていた手を離すくらいだよ。努力も本気にさせたつもりないのに勝手に落ちていくだけ。モテを発言。まあそんな人たらしなキャラクターなんだよね。夢？途中からショコラティエがハトリさんに変わっていたような。でも似てるんだよね。ハトリさんにときめくのはやっぱり危険だ。そう思ってしまったと。え？ときめく瞬間？うん、これをみんなに聞いて回ってときめきに関して勉強してるんだよね。操作の自己処理をこなす一課で休憩中にその話を切り出した。うん、参考に教えてほしくって。ときめきねえ、この話付き合ってくれます。ああ、ヨウさんのときめきポイントめちゃくちゃ気になります。どういう時にキュンとするんですか。よく上司に聞けるね。俺は自分のせいで泣いてる時かな。初っ端から癖が強すぎる答えが来た。これ参考になります。意味深。あれ、でも最近そんな場面見たような。あ、ゆいが慣れない書類処理大量に任されて半泣きでやり遂げた時だ。あの後の服部さん、確かにどことなく優しかった気がするけど、性癖だったんだね。いやいや、まさか。まさか？いい笑顔。ちらりと服部さんに視線を向ければ、にこやかな笑みに煙に巻かれてしまった。俺はぶっちゃけユイになら結構キュンってするんだよな。仕事でもプライベートでも数えたらキリがないくらい。それはなんていうか、どうもありがとう。うん、どういたしまして。うん、素直に言うね。変化球の服部さんに対して剛速球ストレート。で、創生はどうなの。沈黙。その飯食ってる時とか。よく食べる人が好きってことですか。うん、これもよく聞く話だけどね。所作が綺麗な人とか。いや、うまいもん食って幸せそうにしてる。ん？なんて言えねえ。うん、これヒロインのこと思って言ってるんでしょうね。うん、気持ちわかりますけどね。美味しそうに食べる人いいよね。皆さんの意見を頭に入れつつ、午後からの仕事にも精を出し、業務を終えた夕方、向かった先は、失礼します、セオケンでした。借りていた資料を返却しに研究室を訪れた。こんにちは。ああ、クソガキさん、こんにちは。こんにちは、資料長い間ありがとうございました。どういたしまして。今コーヒーを入れるから。ああ、失礼。頬に汚れがついている。ポケットから取り出したハンカチで瀬尾さんが頬を優しく拭ってくれた。ありがとうございます。瀬尾さんって羽鳥さんとは違った意味で距離が近いというか、やっぱりいい意味での天然人たらしだよね。駆け引きのない感じね。うん、このクッキー美味しい。コーヒーにぴったりですね。よかった。みんなからも好評だったから、クソガキさんが来たらぜひ食べてもらおうと思っていたんだ。そうだ、
この間持ってきてくれたケーキもとても美味しかったよ。ありがとう。改めてどうもありがとう。優しさが伝わってきますよね。ん？クソガキさん？ああ、すいません。瀬尾さんにときめく人は多そうだなと思って。え？ときめく？はい、自分がいないところで存在を気にかけてもらえたり、自分が取った行動に対して温かい言葉をもらえたり、そういうところにキュンとする人が多そうです。そんな穏やかで優しい方が行動心理学の権威って呼ばれるすごい人なんて、そのギャップも少女漫画みたいだな。まあ、これ乙女ゲームですからね。言葉の後、瀬尾さんは顎に手を添え、思案の間を開けた。学問ではなく自分事として考えたことはあまりないけれど、もしそう思ってくれている人がいるならとてもありがたいことだね。自分事として、ということは瀬尾さん自身がときめいたりすることは少ないんですか？そうだね、人と比べられるものでもないけれど、あまり多くはないんじゃないかな。だけどゼロというわけではないよ。うん、ただこの瀬尾さん、持病をお持ちでしたね。感情を揺さぶるような出来事っていうのが記憶から抜け落ちてしまいます。まあ、だからこそこういう言い方になるんでしょうね。瀬尾さんがキュンとする瞬間気になっちゃうな。恋食の参考としてもぜひ聞きたい。差し支えなければ伺ってもいいでしょうか。瀬尾さんがそういった気持ちになる瞬間のこと。そうだな、例えば瞬間という表現には当てはまらないかもしれないけれど、俺は笑顔の多い人は見ていてとても可愛らしいと思う。笑顔にキュンとするって確かによく聞く気がします。まあ、笑顔が人の一番いい表情だからね。うん、表情が明るく豊かな人は誰かに好意を寄せていたり、夢中になる趣味や夢を持っている場合が多い。つまり何かに焦がれる気持ちが自身を含め周りまでをも明るい気持ちにしてくれるんだ。これ周りまでをもが正しい日本語かな。じゃあ恋をすると魅力的になるというのは実証されていることなんですか？そうだね。分泌される特別なホルモンの影響と言われているけれど、自分をきれいに見せようと努力をする、そういった行動心理学の面からも実証されているよ。ああ、そういうのもあるんだね。なるほど。遊び人の彼を無意識かで思う表現として使えたりしないかな。すごく参考になりました。ありがとうございます。それから少し世間話をしてコーヒーを飲み終えた頃、私は研究室を後にした。それにしてもどうして急にときめきの話を？例の漫画の影響だろうか。まあ、確かにその背景教えてくんないとどういうことって思うよね。はい、どうぞ。瀬尾教授、今少しいいですか？ん？どうしたのかな。ほら頑張って。もうすぐバレンタインなんで教授の好みを教えてください。甘いものは好きですか？うん、嫌いじゃないよ。バレンタイン、もしかして彼女にもそういう相手が？うん、読んじゃうね、行動心理。あ、イサギくん。帰り際、廊下の向こうにイサギくんの姿を見つけた。こんにちは。こんにちは。ごめんね、忙しいのに。引き止めちゃったかな。いいえ。帰るところだったので。よかった。せっかくだし、途中まで一緒にいいかな。はい。俺なんかでよければ、ぜひ、年上のお姉さんとの帰り道。え？ときめきですか？うん、学生さんの生きてる情報いいね。いろいろあって勉強中なんだ。どういう時にときめくか、潔くんにも聞いてみたくって。でも、俺にはそんな眩しい感情とんでもなく恐れ多すぎるというか、どうしよう。何も答えなかったらクソガキさんの時間を無駄にしてしまう。でもそんな経験俺には。ああ、思い当たることあった？はい、経験談ではないんですけど。
この間見たドラマのカーテンのシーンには胸がギュッとなりました。どんなシーン？それは誰にも見つからないように二人で教室のカーテンに隠れるんです。これときめも GS4 にもあったよ。そこでそのおでこをくっつけた後、その照れながら初めてのキスをするシーンです。こんな言いづらそうに言われたらこっちが恥ずかしくなっちゃうよ。うわぁ、ロマンチックだね。隠れて初めてのキス、漫画でも絶対ときめくやつだ。すみません、ドラマの話しかできなくって。ううん、どういうシチュエーションでキュンとするか参考になったよ。若者に受けることはわかるもんね。ありがとう。潔くん、結構ドラマ見たりするの？確かに意外な感じ。まあ、時間があれば。あ、私と一緒だ。どんなジャンルが好きなのかな？ジャンルというか、前に見ていたのは社会人と学生のラブストーリーでした。自分に置き換えてない？それその主演の二人が現実でも交際が発覚したようで話題になっていて。それはすごい。でもそっか、ある程度の年になってるなら大事なのはお互いの思いで、年齢は関係ないのかもね。そう、危ない。振り向いた瞬間、ものすごいスピードで何かが飛んでくるのが見えた。急に物騒な話。避けるより防ぐ方が早い。とっさに腕で顔を守るようにして視線を伏せる。何もぶつからない？あの、大丈夫ですか？え？そっと顔を上げると、潔くんがサッカーボールを掴んで私をかばうように立っていた。すごい運動神経いいんだよね、潔くん。大丈夫、ありがとう。潔くんは？はい、大丈夫です。足も速いんだよね。待って、潔くん、あのスピードに対応。すいませんでした。てか君、身体能力すごいね。サッカー部入りませんか？かけてきた男子学生の突然の勧誘に、潔くんは受け入れも断りもできずに戸惑っている。ここの反射神経は弱いんだね。察した男子学生は、気が向いたらいつでもとボールを受け取り去っていった。何も言えなかった。潔くん、助けてくれてありがとう。そして本当にすごい。いえ、そんな、俺は何も。ヒーローに助けてもらう少女漫画気分味わっちゃった。そんなヒーローなんて恐れ多すぎて、お世辞でも申し訳ないというか、でもスタンドマイヒーローズの一員ですよ。でもクソガキさんに怪我がなくてよかったです。優しい男。はあ、かっこよかったな、潔くん。私ももっと鍛えなきゃ。ってこれだからときめきがわからないんだ。潔くんと別れた後、駅に向かう途中でスマホが鳴った。新藤さんだ、珍しい。クソガキです。あ、新藤だ。先日の件だが。そうだ、ときめきについて教えてくれる、そのお茶の席を設けるって話だったよね。例のときめきについて考えてきた。本屋で交わした約束通り、お茶をすることになった私たちは駅近くにあるカフェで落ち合った。何か思い出しましたか？そうだな。ああ、俺がときめく瞬間は。瞬間は？それは可愛いと思った時だ。大真面目な顔で意外な答えが返ってきた。うん、可愛いも好きっていうのは隠してきてるからね、新藤先生は。どういう時に可愛いと思うんでしょう？つぶらな瞳を見た瞬間、心をつかまれることは多い。これキャラクターの話ね。だが可愛いというのはもちろんそれだけではない。丸いフォルムや触り心地、そばにいて欲しくなる愛らしさが何より重要だ。触り心地、ぬいぐるみじゃないそれ。つまり新藤さんは内面より外見重視派？
これ普通に聞き手としては人間と思うからさ、触り心地とかだいぶやらしく聞こえるけどね。だがどういうのも嘘ではないが、この場にふさわしい答えではないだろう。え？まあ代価として真摯に答えるならそうだな。何かに懸命に打ち込む姿は惹かれるものがある。ヒロインを指してるんじゃないの？その頃店の外では、あれ、あそこにいるのって、へえ、珍しい組み合わせ。面白そうだけど、きっと仕事の話でもして。え、すごくいいと思いますよ。白衣からリラッゴマのペンが見えていても。ならなぜ笑う。使ってくれているのが嬉しいという気持ちの表れです。全然仕事の話ではない。ずいぶん楽しそうだな。雰囲気的に仕事の話じゃなさそうだけど。ならどうして二人が一緒に？お、嫉妬しちゃう？まあいいや、見なかったことに。まあ情報屋としては面白い情報だった気もするけど。あ、と思ったのに目合っちゃったな。もう行かずにはいられないね。ねえ、本当に良かったの？お邪魔して。仕事の話ではないので全然大丈夫ですよ。むしろ私の方こそつい声をかけて引き止めてしまったんじゃ。まあね、ほんと言うとあのまま立ち去ろうと思ってたんだ。デートの邪魔をするのは悪いから。いや、ただ邪魔をしていただけだ。なるほど。進藤さんみたいなタイプが女の子と二人でお茶ね。え、うん、訳ありって思うだろうね。それで何話していたの？愛も変わらずときめきについてです。へえ、俺も興味あるな。進藤さんがキュンとする瞬間。情報屋の前でさっきの話言ったらぬいぐるみじゃないってバレそうだけど。どういう時にときめくんですか？あ、何かに懸命に打ち込む姿は惹かれるものがある。そんな平凡な答えだ。懸命に打ち込む姿。じゃあそれってゆいちゃんにも当てはまりますよね。お、この話に切り込む。いやいや、そんなことは。まあ特定の誰かの話ではないが、まあそうだな。え、お否定しないんだ。結果がどうあれ、目の前のことに懸命に励む人間性というのは理解している。そうでしょうか。あはは、なんか照れますね。俺も好きですよ、そういう子。お、バチバチしてきた。気が合うのかも。そうだな。いやいやいや、全く合っているように見えない。バチバチしてきました。今お二人が言ってくれたのは仕事仲間としての意見だろうけど、いやどうだろうね、プライベートな思いもあると思うけど、これがもし恋愛の話だったら少女漫画みたいな展開になるかも。まあこの辺の鈍感なところもヒロインっぽさあるけどね。例えば主人公をめぐって二人は頭の中で恋のトライアングルを想像してみる。思いがけず参考になりました。ありがとうございます。ああ、もしかして進藤さんと俺でゆいちゃんを取り合ってるように見えた？さすがにそこまでおめでたい頭にはなれませんが、でもヒロイン役を変えての想像はバッチリさせていただきました。いい波が来ている気がするので、この調子で明日の休日も少女漫画を読み漁ります。それはこの間買っていた本か？あれはもう読み終わったので、千代子先生の過去作を買いに行く予定です。たくさんの資料を揃えるね。過去作を揃えるってなると一人だと荷物重いよね。ねえ、明日は俺も休みだし付き合おうか？いえ、せっかくの土曜に悪いですから。うん、面白そうだからついていきたいなって。もちろん君が良ければだけど。まあこれ進藤先生の嫉妬も影響してんじゃないの？すいません、羽鳥さんの面白そうには何か裏があるように思えるんですが。せっかくの休みだからこそゆいちゃんと楽しく過ごしたいだけだよ。純粋に会いたいって気持ちも大きいしね。うさんくさいにも程があるな。進藤さん、羽鳥さんへの疑念がくっきり顔に出てる。そうだ、進藤さんも一緒にどうですか？お、二人っきりではなく。いや、やめておく。お、遠慮するんだ。どうしてもというなら1時間1000万で手を打とう。時給1000万。相槌1回につき10万、人笑いにつき50万。
話題提供1話につき500万がオプションだ。すごい断り方。なら今回は諦めます。次回あるんですかね。ゆいちゃんは俺の誘い受けてくれるよね。正直来てもらえると大変助かるんですが。でもお礼に捜査情報を渡せたりはしませんよ。うん、見返りね。いや、お礼ならデートで十分。それもちょっと残念。いいよ。でもいいよ、今回は本当に見返りをもらうつもりなんてなかったから。そういうことでしたらよろしくお願いします。うん、了解。じゃあ明日迎えに行くね。土曜昼過ぎ。さて、まっすぐ本屋に向かって大丈夫？はい、すいませんがよろしくお願いします。うん、車があると荷物楽だね。乗り込んだ車は静かに走り出し、見慣れた景色が徐々に遠ざかっていく。そんな中、会話を割くように響いたのは、羽鳥さんのスマホ？ハンズフリーのイヤホンは置いてあるのに出ない。ああ。気にしないで。最近多いんだよね、その子。最初は割とあっさりしてる感じだったんだけどな。ああ、そういう。どの子も本気にさせたつもりないのに勝手に落ちてゆくだけ。数日前のその言葉が頭をよぎる。今更だけど現実的な数として、羽鳥さんってこれまでどれだけの女性を泣かせてきたんだろう。悪い男。まあでもこうやって一人を絞れないってことは、そういうことは起こってきたってことだよね。別れがあったってことだもんね。漫画の前に感想用のノートを書いたいんだけど。おや、グソガキさん。ん、瀬尾さん、イサギくん、また登場。こんにちは。こんなところでグー。どうも。こんにちは。あ、デート中って思っただろうね。クソガキさんが、大谷さんと一緒に。二人でお買い物ですか？こっちのセリフって思ってそう。ああ。これからうちで勉強会だから、その買い出しに来たんだ。へえ。俺たちは休日なんで、久しぶりにデート中なんです。え？え？俺たちよりクソガキさんの方が驚いてる。まあ、この瞬間、行動心理学のスペシャリストな二人は気づいたでしょうね。羽鳥さん、誤解を多分に生む言い方はやめていただけると。あれ？違った？俺はそのつもりだったけど。そんなこと一言も言ってなかったですよね。うん？言い忘れていたかな。違うって振られちゃったので、今日は買い物に同行しているだけです。なるほど。そうでしたか。冷静。バレンタインの相手なのかと少し動揺してしまった。ん？動揺？実は漫画家先生のお手伝いをすることになって、ときめきについて勉強中なんです。今はそのための買い物中でして。あ、じゃあこの間の質問も漫画のためだったんですね。気になってあれこれ考えていたけど、どれも的外れだったんだ。あれ？もしかしてゆいちゃんが誰かと恋してると思って焼いちゃったとか？あ、そんな。とんでもないです。俺なんかがそんな、嫉妬なんて、クソガキさんにもお相手にも失礼で。え？全然失礼なんてことないよ。そもそも相手もいないし。というか羽鳥さん、イサキくんはそんなつもりないのにからかわないでください。ごめんね。ちょっと意地悪しちゃった。一生懸命で、つい。いえ、すみません。俺の方こそ不相応な話題に関わってしまい、すいません。そんなことないと思うし、なんなら青春に一番近いのはイサギくんだからね。不相応な。いや、そんなことはないと思うよ。え？瀬尾さんの穏やかなトーンに誘われるように、私たちは自然とその声に耳を傾けた。実際にイサギくんが嫉妬した、していないに関わらず、嫉妬というのは生物学的に見て誰しもが抱いて当たり前の感情だから、つまりここにいる全員が経験を持つ心理状態と言える。それは一般的に嫉妬心は自分を制御できなくなる
マイナスなものと思われがちだけれど、その感情をうまくプラスのエネルギーに変換できれば、自己成長や相手との絆を深めるチャンスだと考えられている。まあ他人と比較しがちだけどね、自分に目を向けるべきだっていう話もありますけど。そうだね。逆に言うと、嫉妬心の薄い人間は成長の機会に恵まれないとも言えるから、いつか潔くんが何かや誰かに対して本当に嫉妬することがあったとしても、それは失礼なことでも不相応なことでもない。潔くんにとってとても大切な時間であり、当たり前の感情だよ。大切で当たり前の。ありがとうございます。と言ってみたものの、なぜだろう、自分にも言い聞かせていた気がする。いや、深く考えるのは予想、感情を揺さぶりそうだもんね。なるほど、嫉妬をプラスにか。貴重なお話をありがとうございます。私も仕事で似た感情を抱いたときはその考えで乗り切ろうと思います。きっかけはやきもちではなかったですけど、向上心は大事だなって思えたので、ときめきの勉強も頑張りますね。うん、役に立てたんならよかった。でもリアルなときめきは俺が教えてあげるのに。と言いつつ、慰労会の時はちっともでしたよ。そうだっけ、悔しいな。羽鳥さんを悔しがらせることができて私は嬉しいななんて。クソガキさんが困っているようなら助け舟をと思ったけれど、どうやらそういうわけでもなさそうだ。それどころか本心はおそらく、よかった、楽しい時間を過ごせているようでよかった。潔くん、そろそろ行こうか。はい。では邪魔しないようにと思ったんかね。それじゃあまた。はい、また。なんか思うところがある感じだったけどね。楽しい時間、ときめきを教えると宣言した羽鳥さんに何をされるのか警戒しながら過ごしたけれど、あっけに取られるほど何もなく、もう家の前に着いていた。なんかこれは逆に裏がありそうだけど、これじゃあ本当に荷物持ちと送り迎えをしてもらっただけみたいで、両親が、いや、こうやって情に訴えかけるのも手の内とかなんかありそうだよね。ねえゆいちゃん、着いたよ。だとしてもこのまま帰ってもらうのはやっぱり申し訳ない。そう思うのを見越してじゃない。あの、近くにお気に入りのカフェがあるんです。よかったら今日のお礼にコーヒーをご馳走させてください。見越しての展開なのか。ごゆっくりどうぞ。どうもありがとう。コーヒーが届いた後も羽鳥さんは飽きもせずに店内を見渡している。そんなに珍しいですか。まあね、ゆいちゃんが気に入ってるカフェどんなところか知りたくって。見ての通り読書 OK のいい感じのカフェです。そういうとこ増えてきたよね。あ、コーヒーがすごく美味しいのでおすすめですよ。じゃあ早速いただきます。本当だ、苦味と酸味が絶妙だし雑味もなくていいね。ですよね、ここのコーヒー絶対羽鳥さん好みだと思う。いえ、うっかり変なこと口走った。絶対からかわれる。いつも以上に身構える中、羽鳥さんは持っていたカップを静かに置いた。何も言わない。俺はゆいちゃんにはいつも教えてもらってばっかりだな。え、やけに素直。まあそういう時もあるから拍子抜けしちゃうよね。ほら、庶民デートの楽しさとか、美味しいコーヒーのお店とか、充実した休日の満足感とか、その他にもたくさん。ありがとう。いつも本当にありがとう。そうだ、せっかくだから漫画俺も読んでいい？あ、はい、もちろんどうぞ。羽鳥さんの引き出しが広がっちゃうね。なんだろう、今なんかうまく言えないけど、なんかこうふわっとした変な感じが、恋芽吹いちゃいます？したような。
ここのキャラの気持ち繊細でいいね。こういう切なさが人を夢中にさせるんだろうな。なるほど、切なさ。羽鳥さんの感想ノートにメモして先生に伝えてもいいですか？もちろん。もしかしてさっきから書いてるそのノート？はい、拙いものですけど少しでも力になれたらと思って。この気持ちだけでも嬉しいでしょうね先生は。それじゃあ。そっか、じゃあ俺も何か思ったことがあれば伝えるね。ありがとうございます、助かります。男性目線も重要でしょう、ましてやチャラ男の。それにしても羽鳥さんも少女漫画で切ない気持ちになるんですね、失礼。ん？意外？正直かなり。そう？言葉や外から見て判断できることが人の全てだとしたら、漫画を読んで切なくなったり楽しくなったり誰もしないと思うけど。まあ確かにそこの心情に意外性があるからだもんね。それはその通りだと思います。でもそんな風に感情移入できる作品を作れるってすごいよね。まあまさにこのスタマイもそんな感じだけどね。例えば恋食を読んでショコラティエを目指す人がいたら、それこそ誰かの人生を変えちゃうわけだし。ただこのスタマイをやってマトリになりたいって思う人がどれだけいるかだよね。まあもともと狭きもんですけど。漫画やドラマに出てくる職業って人気が出たりしますもんね。医者、警察ね。私も前にボクサーのドラマを見て腕っぷしに憧れました俺も見たらなりたくなるかも。まあ確かに小さい頃明日のジョーを見てさ、なりたくなった気持ちはちょっとあったよ。あは、リングの上にいる羽鳥さん見てみたい気もしますが、だから部活とかね、影響を与えたりするよね。でもできれば現状のままでお願いしたいです。ゆいちゃんは今の俺が好きなんだ。すぐそういうことを。じゃなくてですね、人は簡単には変わらないと思うので。まあこれは寂しいけどね。羽鳥さんが今からボクサーになりたいとはさすがに思わないんじゃないですか？そうかな。まあ自分の可能性を決めるのは自分自身だからね。誰かとの出会いで何かが変わる可能性は十分あると思うけど。ゆいちゃんと出会って俺たちが変わったみたいに。俺は前より毎日が面白くなったしね。まあ面白さを求める羽鳥さんとしてはプラスの話。あれ？また何か企んでるって思った？いえ、人は変わるって羽鳥さんがそう思っているのがすごく意外で。まあなんだかんだドライなところがあるからね。でも毎日が面白くなったって言ってもらえるのは素直に嬉しいですよかった。羽鳥さんは一体いくつの顔を持っているのだろうか。微笑んだかと思えば冷ややかに笑ったり、作詞な笑みの後は自然に笑んだり、本当に真意はどこにあるんだろう。まあ素直になる瞬間はあると思うけどね。月曜日、週明け。よし、合同捜査の書類処理も今日で最後。服部さん、報告書の確認お願いします。はいはい。あれ？ゆい、なんかいいことあった？え？なんで？ほら、目、妙に光ってて少女漫画みたいだなって。ほんと、表情が明るいこと。少女漫画から元気をもらったんでしょうか？言われてみりゃそんな気もするか。表情が明るい。なんだろうね。表情が明るく豊かな人は誰かに好意を寄せていたり、夢中になる趣味や夢を持っている場合が多い。羽鳥さんにキュンとしちゃったから？いやいや、特にそんな対象は芽吹き始めました。羽鳥さんから LINE、 噂をすれば。車の中に忘れ物見つけたんだけど届けに行っていい？夜、感想ノートを届けるために千代子先生の作業部屋に寄った後、忘れ物を取りにいつものバーを訪ねた。ごめんね。わざわざ来てもらってごめんね。こっちの用事なのにね。こういうところすって出てくるのは多分素なんだろうね。いえ、届けてもらうのは申し訳なかったので。こちらこそすいません、全然気がつかなくって。ただ油断するとね、いろいろ引っ掛けてきますけど。バーには4人が揃っていて、忘れ物を受け取った後少しだけ一緒に飲むことになった。
楽しい夜になるといいけど。へえ。ドキメキについてまだ勉強してんのか。なかなかこれだって思うものに巡り合えなくって。でもいくら私生活が枯れていても一度くらい経験あるでしょ。なかなか人に私生活が枯れてるって言うもんじゃないと思うけどね。待ってください、水分不足気味ではありますが、さすがに枯れているわけでは。何？ないって言えるの？言うだけならただです。ほう。ぐそがきがときめく瞬間か。なるほど、興味がある。前回は俺たちの話だったが、ぜひお嬢さんの意見も聞きたい。まあそうね、話させといてって感じだよね。私の意見ですか。確かに26年生きてきた中でそういう経験がゼロではないと思うんですが、今振り返ると何か違うものや若気の至りだったものばかりで。じゃあそんなゆいちゃんを今からときめかせてみる。はあ、勝手にやれば。いや、そうしたいところだけど、今日は俺じゃなくて。お？ねえ、たまには3人が口説くところ見てみたいな。楽しいからね。はあ、意味わかんない。なんでよりによってクソガキを口説かなきゃいけないわけ？これもっと酒が進んでからの方が良くない？だいぶ序盤で。あの、そこで名前を出されると余計なダメージがですね。うるさい。理不尽。俺はそういうの自信ない。だが面白そうではある。こういう時羽鳥さんの意見絶対尊重するよね。よし、他の誰でもないお嬢さんが相手というのなら俺は挑戦してみよう。なんかおかしな展開になってませんか？でもドキメキ知りたいんでしょ。自分で体験するのが一番だと思うけど。それは正論すぎてグーの音も出ない。クソガキの真面目なとこにうまくつけ込んだな。これ前もって考えていた作戦でしょ。さあ早速始めよう。お嬢さんは黙って俺の言葉を受け止めてくれればいい。めっちゃ前向き。わかりました。こうなったら、うん？ときめきのフルチャージお願いします。ではクソガキ。グラスを置いた檜山さんがいつもと変わらないトーンで私を呼んだ。緊張もせずに言うよね。以前共にパーティーに出席したことがあったが、あの時の俺の本音を語ろう。本音ですか？ああ、あの日ドレスアップしたお前の隣で俺は誰よりも可愛らしいお嬢さんを自慢したくなってな。つい挨拶回りの後も会場中を歩き回ってしまった。招待客全員にお前を見せつけるつもりで。ぐっ。うわ。何今の気味悪い声。すいません、照れと同様と興奮とその他諸々が重なって自分でも制御できない声がさらっと言うもんね。ほら、これ。あ、ありがとう。マキ君が渡してくれたグラスを受け取り、水を飲んで落ち着きを取り戻す。で？檜山、今の本音？まあ、本音とは言っていたけど。想像に任せよう。檜山さんが女の人を口説くってあんまりイメージになかったけど、まあ確かに理性の塊って感じもするからね。これはちょっと心臓に悪すぎて想像すら危ういやつだ。じゃあ次は神楽挑戦してみる？やだ。絶対嫌。だいたいときめかせるって何？ドラマや漫画じゃあるまいし、現実でそんなバカなこと。なるほど、漫画のセリフなら OK ってことか。もう、どう理解したらそうなるの？都合のいいようにね。千代子先生の作品続きが気になったから俺も電子書籍で買ったんだ。例えばほらここ。面白そう。恋食の胸キュンページ、ゆいちゃんと再現したら面白そう。もはや目的が面白そうに変わってる。まあもともとそうだったはずだけど、きっと。うわ、何これ。この漫画に出てくる男性格最悪なんだけど。そう？俺は結構好きだな。その羽鳥さんに似てるんだけどね。羽鳥さんに似てると思ったことは。バカなの。ゲド、昭和ル、女の敵、悪趣味、惹かれる主人公もバカなの。全力で黙っておこう。さて、読み終わったみたいだし、そろそろ始めようか。やめて。やるなんて一言も言ってない。まあ、やらないとも言ってない。ここではね、さっき絶対嫌って言っていたけど。
だが何事も経験だ。恥じらいを捨ててこそ得られる成長もある。ここなぜか羽鳥さん側なんだよな、はあ、声に出して読むだけだから。アーキ、ほんと檜山くんに弱いな。なんか弱み握られてんの？じゃあ可愛い女の子は好きだけど、君のことは誰よりも気に入ってる。ちょっと何ボケっとしてんの？早くセリフ言って。私も読むんですか？はあ？誰のせいでこんなことになったと思ってるわけ？そうでした。喜んで参加させていただきます。好きな人がたくさんいるのはどうかと思います。すごい棒読み。あのさ、それ遠回しに君だけにしろって意味だよね？違う。なら正直に言おうかな。本当は俺、君のこと。お、注目のタイミング。無理、恥ずかしがっちゃって。ああ残念、リタイアか。ゆいちゃん、どうだった？これはこれでキュンとしたんじゃない？すごかったです。は？いつもの神楽さんからは絶対聞けない言葉に謎の感動が。たく、目的ずれてるんだけど、やった意味あるのこれ？お待たせいたしました、モスコミュールとカナッペでございます。あれ、カクテルは頼みましたけど、おつまみは？ああ、グソガキが来るって聞いていたから、タイミング見計らって持ってきてもらうよう頼んでおいた。これ前に絶賛していたろ。ああ、これプロローグの部分覚えててくれたんだ。うん、まあ一応。なるほど、マキは狙わない素の状態が一番みたいだね。うん、キュンとしちゃう。こうしてときめき探しを続けること1時間と少し。結構やったね。すいません、わざわざ送っていただいて。ううん、全然気にしないで。先に帰る私を羽鳥さんが駅まで送ってくれることになった。タクシー代くらい素直に受け取ればいいのに。港区女子なら多めに受け取ってますよ、偏見。まだ終電があるので、お気持ちだけありがたく受け取っておきます。あ、でもそれで羽鳥さんの時間をいただくことになってしまってすいません。俺は二人きりになれて嬉しいよ。そんなことばかり言ってると本当に刺されますよ。そうだね、夜道には気をつけないと。でも嘘は言ってない。俺は土曜のデートも今日もすごく楽しかった。楽しかったか？でもこうやって言葉に出すのが偉いよね。羽鳥さんはいつも面白い、楽しいって言ってくれますよね。それについては少なくとも嘘ではないのかなと思ってます。へえ、俺の言葉信じてくれるんだ。というより、旗から見ると私たちは楽しそうに見えるみたいなんで。え？まあ、確かに振り返ってみるとそんな感じか。ほう、ずいぶん楽しそうだな。バカなの？羽鳥にそんな好きだらけの笑顔を見せるとかバカなの？バカ呼ばわりされました。よかった、楽しい時間を過ごせているようでよかった。ああ、瀬尾さんも言っていましたね。その事実が正直かなり悔しくもあるんですが。うん、そっか。うん、でもそれは俺だけじゃないよね。え？楽しく過ごせる相手他にもいるみたいだから。ああ、ちょっと焼けちゃったな、あの時は。瀬尾さんに教えてもらった通り、プラスのエネルギーに変換しないと。うん、これ進藤先生と二人っきりでいる瞬間を目撃した時でしょう。どの時かは分かりませんが、そんな罠にはかかりません。あれ？今度は疑うんだ。気を抜くとズタボロに突き落とされてしまうらしいのね。なんですか？うん、本当に楽しいなと思って、ゆいちゃんといると。羽鳥さんの珍しいくらいの笑い声を聞いた後、まあこうやって心から笑うのを人に見せんのも珍しいよね。それから1分もしないうちに駅にたどり着いた。まああと羽鳥さんはこういう駆け引きも含めて楽しみたいんだろうね。ここで大丈夫です、送っていただいてありがとうございます。うん、じゃあ
気をつけてね。家に着いたら一応連絡して。はい。挨拶を交わし、背を向けて足を進める。しばらくして振り返ったら、ハドリさんはまだ見送ってくれていた。モテるよな、これは。まあ、こんだけ気遣いもできるし、まあ、だからこそここに甘えきっちゃうくらいだとまだまだ甘くって、うん、ここで駆け引きしてそれを楽しむっていうのが羽鳥さんとの付き合い方なんじゃないかな。小さく手を振る姿に会釈を返し、階段を降りると今度こそ姿が見えなくなる。楽しいんか。羽鳥さんといると自分の本心まで霧に隠れてしまうのだろうか。楽しいと言われてもいまいちピンとこない自分がいる。でも最初の頃より随分いろいろ話すようになったし、親しくなったって言ってもいいのかも。いや、油断は禁物。優しいと思ったら手のひらを返されて真っ逆さまかもしれないんだから、うん、こう思ってくれてるところが楽しいんでしょう。ここ数日だけでもそうだ。漫画を買いに行くのに付き合ってくれたこと、的確な感想をたくさんくれたこと、今日だってときめき探しに協力してくれて、タクシー代を拒んだら駅まで送ってくれた。そんな優しさを経た先でいつか本当に突き落とされるんだとしたら、うん、まあ思うところはあるけれども、まあ、羽鳥さん優しいからこそそこに何だろう、頼られすぎちゃうと重くなっちゃうからってことなんだよね。軽い気持ちで生きていきたいんだよね。だから駆け引きぐらいで楽しんでもらえるのがいいんじゃないかなって気もします。ふと足が止まる。でもその優しさってどれも全部簡単なことじゃない。そうだね。あ、その瞬間キビスを返し元来た道を走り出していた。降りたばかりの階段を駆け上がり、羽鳥さんの元へ急ぐ中、何この感じ。今まさにどこかへときめき得られたでしょうか。駆け上がる階段とは裏腹にどこかへ落ちていく感覚がした。まさに漫画のように。羽鳥さん。見つけた背中に声をかけてすぐ羽鳥さんが足を止めて振り向く。あれ、え、どうしたの。すいません、言い忘れたというか急に言いたくなったというか。ん。呼吸を整えるため大きく息を吐いて顔を上げる。街の喧騒に深い息遣いが消えていった。この間私に言ってくれましたよね、いつもありがとうって。うん、ちゃんとお礼の言える人だよね。ほら、庶民デートの楽しさとか美味しいコーヒーのお店とか充実した休日の満足感とか、その他にもたくさん。ありがとう。いつも本当にありがとう。うん、まあ当たり前のことがちゃんと言える人。正直あの言葉が本心なのか私には判断がつきません。でもこれだけはわかります。女の人に殴られたり水をかけられたり刺される可能性すらある羽鳥さんだけど、それって裏を返せば好かれるだけの理由がそれだけ羽鳥さんにはあるってことで。つまり俺のことをやっと好きになってくれたって話ではなくって。あは、相変わらずバッサリ。まあ分かってて言った感じでしょうね。それで、それでつまりお礼を言いたくなるようなことをしてくれるのはいつも羽鳥さんの方です。え？誰かに好意を持たれることも感謝されることも簡単なようで簡単じゃない。だからこそ振り回される家庭の中にある優しさまで否定するのは違うと思ったんです。なので羽鳥さん、私の方こそいつも本当にありがとうございます。ああということを急に伝えたくなって。あはは、すいません突然こんな。羽鳥さんは一瞬驚いた顔をして、けれどすぐに柔らかく笑った。うん、そっか、じゃあどういたしまして。うん、駆け引き以外のこの予想外なところも楽しいんでしょうね。ゆい？あれ？前に言ってもらった時は何とも思わなかったのに。ムードってやつよ。
今のは結構。羽鳥さんの宣言通り、不覚にもときめきについて少しだけ教えられた気がした私は、翌日の退庁後すぐに千代子先生の元を訪ねた。まあでも羽鳥さんもあの瞬間はときめいていたんでしょう。先生、実はクソガキさんのおかげでアイデアが浮かびました。ありがとうございます。え？まだ何も報告してないのに。あ、もしかしてあれが役に立ったんですか。そうなんです。おかげでときめきシーンがもりもり浮かんじゃって、羽鳥さんと漫画を読んだ日、二人で書いた感想ノート、まあ、これのおかげだったってことは、小一時間の寸劇は意味なかったってことね、バーでの月曜に届けたあれ、もう読んでくれたんだ。まあでもそれは結果論だからね。昔の作品に新鮮な感想をもらえたことで、何か書きたくって漫画家になったか初心に帰ることができて、本当にありがとうございます。うわ、これ俺レベルが共感していいのか分かんないけど、まあ、こうやって実況してると超古参の方とかがコメントくれたりするんだよね。そういう時初心に帰れる瞬間はあります。まあ、あとはね、昔の動画見た上で感想をもらえたりするとね。そうなんですね、よかった。まあでも昔の作品なんか実況とかもね、恥ずかしかったりするんだけどね。男性目線の感想もすごくありがたかったです。うん、俺の実況もそういう役割果たせているんでしょうか。締め切りは間近なので、今日からはとにかく書いて書いて書き終えます。私もお手伝いします。頑張りましょう。そして数週間後、よし、あそこで読もう。バレンタイン会の恋食が掲載される漫画誌を手に、空いているベンチに腰を下ろした。手伝ったから内容は知ってるものの、紙面で見るとまた違った感動があるな。そこからは真剣に読み進め、あっという間に次が最後のページだ。ショコラティエへの恋心を自覚したところで次回に続くんか。うわぁ、やっぱり続きが気になる。あ、もう一ページめくって目に留まったのは、千代子先生から読者へ向けたメッセージだ。年に一度のバレンタイン、あなたは誰に贈りますか。誰に。よし、お世話になってる皆さんに今年もチョコを用意しよう。うん、そうやって渡すエピソードにつながっていくわけね。あなたにとってときめきとは何ですか。冒頭に戻るね。進藤清の場合、振り返っていきましょう。まあ特に意見はなかったが、振り返ってみるとそう悪い感情でもないことを思い出した。ふん青臭い思いを抱き、やたらと振り回される時間も人生時にはありだろう。うん、そういう結末だったんだね。宝生潔の場合、その大事なのは年齢じゃなくお互いの思いだって言われた時、心がすごく温かくなりました胸がギュッとなって眩しい世界に入り込んだようで、とてもドキドキしました。多分きっとこれがときめきなのかも。うん、感覚的だけどね。瀬尾成美の場合、縁のないもの、縁を持たないようにしている感情。そこに変わりはないけれど、でも自分の意思とは関係なく不意に訪れるもの。いや、だとしてもやっぱり俺には縁のないことだね。うん、これはもしかしたら忘れているのかもしれないね。大谷羽鳥の場合、無関心に近い興味本位。まあそれが俺にとってのときめきなのかも。だって興味がある時点で全然無関心じゃないよね。ということは君となら興味本位の先に進む可能性もあったりして。ねえ、その時はどっちが最初に言うのかな。この駆け引きを楽しむんでしょう君の負けだねって。うわ、作品になぞらえて。というわけで最後は
羽鳥さんとの恋の始まりを感じさせるような締めくくりになりました。イベントストーリー、恋の連載始まります。いかがでしたか？モテる男が一人の女性に絞れない時って、そのレベルに見合うお相手が現れていない時でもあると思ってるんだよね。見合わない相手に最終的に水をかけられたとしても、羽鳥さんは優しいから、こんなやつもううんざりって思わせるように相手のために悪役になってくれているだけで、この点でも羽鳥さんの方が一枚上手だから、結局釣り合う相手じゃないってことなんだよね。だから駆け引きできる相手になって、ようやく恋愛対象、ヒロインはその位置にいるんじゃないかなという気がいたしました。まあね、モテる男に振り向いてもらうためには、それ相応の振る舞いも大事になってくるのかもなと思いつつ、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方も、ご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。